どうも皆さんこんにちは、きよきよです。皆さん、この画面を見ていただければですね、何を物語ろうとしているのか分かると思います。はい、今回はですね、イベントの告知でございます。今回私がお邪魔している超絶援軍 .com さんの援軍イベントということでですね、このクラン名からですね、伝わってくる援軍への愛、その愛を皆さんにお届けすべく、今回超絶援軍 .com さんからイベントがやってきております。もうですね、開催中ですので、この動画がアップされている頃にはですね、もう、たくさんにぎわっていると、思います。今回の援軍の超絶援軍 .com さんの援軍イベントの内容についてご説明していきたいと思います。今回はですね、期間はこの動画がアップされている時からもうですね始まっております。5月11日までの、リーグ終了時までの期間、このですね、もうクラン名からわかる超絶援軍 .com さんがですね、もうクラメンさんが援軍を送りまくります。そして、ですね、今回のルールといたしまして、援軍のですね、指定はできません。しかしながらですね、この超絶援軍 .com さん、皆さんご存知の方たくさんいらっしゃると思います。そうなんです。この超絶援軍 .com さん、非常に有名なクランでですね、その日本 の、まあ、そのランカーさんたちもいらっしゃる、クランなので、本当に高レベルのユニットがもらえます。さらにですね、例えばもう、なんつうんでしょうね、30枠で養成して全部アーチャーで帰ってくるみたいな、そういうことはなく、しっかりとですね、ユニット厳選されたユニットを送って、くださるということで、もう超ですね、超絶援軍ということで、皆さんぜひとも来てください。そしてですね、ルールなんですけれども、ロジックドネイターズさんのですね、皆さんの援軍イベント、まだ記憶に新しいかと思います。そのですね、ロジックドネイターズさんの、ルール同様ですね、即入ったら即援軍申請、即抜ける、この即入って即申請して、即申請して即抜ける、このですね3拍子、この3拍子をぜひとも皆さんに守ってもらいたいと、思っております。なぜかというとですね、やはりその回転率を考慮したいので、5分間超絶援軍 .com さんにその居座ることは NG とさせていただきます。5分以上ですね、その援軍をもらったのにもかかわらずいるとか、援軍をもらわないで5分以上いるというのはですね、キック対象になりますのでご注意ください。キックされてしまいますとですね、キックされたクランと24時間接触することが不可能になってしまうので、再度援軍をもらいに行くことというのが不可能になってしまいます。なので、もらったらすぐだったりすることをですね、心がけてください。はい、そしてですね、今回、前回のロジックドネイターズさんとですね、ルールとして異なる点は、日本人限定、なおかつ承認制であるということが、今回、超絶援軍 .com さんのルールでございます。日本人限定ということでですね、もうやはり超絶援軍 .com さんの超絶援軍をですね、日本の皆様に愛という形で送りたいということからですね、日本人限定とさせていただきます。今回はその援軍をたくさん放出するという、まあ、こともそうなんですけれども、やはりそのね、もう 今ね、楽しまれているクラッシュオブクランのユーザーの方にもう援軍をね送ろうというですね、イベントでございます。これ非常にね、こういうの嬉しいんですよね。トップランカーさんとか、有名なクランがこういうことをやっていただけるとですね、本当にクラッシュオブクランにぎわうので非常にありがたいですね。はい、そして、承認制ということなんですけれども、こちらをご覧ください。5月1日まで超絶援軍祭り開催中、ただいまどなたでも参加できますので、超絶で申請してください。日本人限定ということでですね、名前が英語だとそのこの人日本人なのかなとかわからないので、しっかりとクランの申請文が今回承認制になっているので、承認するメッセージ、承認、送るメッセージとして、超絶とか超絶援軍とか、送っていただけるとすぐに、参加ができますということでございます。はい、そしてですね、ただし援軍指定は不可で、援軍もらったらすぐに退出してくださいと。そしてジャパニーズオンリーということで、今回はですね、この超絶援軍 .com さんのイベントを告知させていただきました。今回はですね、もう本当にね、もうクラッシュオブクランのね、やはり運営さんが盛り上げることはもちろんなんですけれども、このようにユーザー同士がこう盛り上げていけるというのは非常にね、本当クラッシュオブクラン面白いところでもあるかなと思いますよね。今回は承認制ということで、その
回転率を考慮する、回転をどん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 回転させていくというよりは、日本人の方に一人ずつ、しっかりとですね、その援軍を送って、さらに、またもう一回来てもらえるようにその会話をね楽しめるかなと思います。こうちょ見ていきましょう。このように援軍ありがとうございましたと、決してですね今、私がそのまだ告知していないので、なんて言うんでしょうね、まだツイッターのアカウントのみの、その申請なので、申請というか今申請されている方はツイッターを見た方の、申請なので、まあ、このようにしてちょ外人さんとかね来てしまうんですけれども、このようにたくさん来ておられます。はい、そして援軍をですねもらいましたらすぐに退出するという形となっております。このようにですね、あなたのクラに参加させてください、あ、ちょっと今これ参加されてますけれども、やはりその超絶とかね、超絶援軍とか送って、もらいまして、そして援軍よろしくですという形で、あーなるほど、清清さんのツイッター見ました。私がですね今リツイートしたんですね。はい、リツイートさせてもらいました。このようにして入ってありがとうございましたと、しっかりとそのコミュニケーションを取ってですねやれるということが、その超絶援軍 .com さんの愛がね感じられますね。ということで、皆さんぜひともですね、この機会に5月11日まで開催されているので、ぜひこの機会に援軍をもらいに来て、クラクラどんどん盛り上げていけたらなと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。